はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はアフィニティデザイナーのチュートリアルをやっていきたいと思います。去年の年末にですね、このアフィニティ系のアプリがですね、全部バージョンアップしまして、もうめちゃくちゃ使いやすくなったので、今日はですね、まずアフィニティデザイナーの基礎的なちょっと使い方から紹介していきたいと思います。新しくなったアプリはアフィニティデザイナー、あとアフィニティフォト、あとアフィニティパブリッシャーっていう3つのアプリが新しくなりまして、今までのアフィニティを持ってる人はですね、またちょっと新しく買い直さなきゃいけないんですね。このアフィニティデザイナー2ってやつを1900円になります。1900円で買い直してください。全部1900円ですね。各自1900円になりまして、まあ全部買っても6000円ぐらいなので、絶対買った方がいいと思います。アミティ先生もたくさんチュートリアル出していくので、ぜひ買ってください。はい、ということで、もうめちゃくちゃ便利になったのでね、本当にいろいろ紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまずキャンバス作成からやっていきます。よく使うのはこの作業中っていうところと、あと新規っていうボタンになります。作業中は今作ってるアートボードが並んでるって感じですね。で、ここの新規を押します。で、新規ドキュメントを押します。そしたらここで自分の好きなサイズを指定することができるんですけど、まあウェブでバナーみたいなの作りたかったらここでサイズ選ぶ、あとはこういう A4 とか A3 のサイズもあるので、紙のサイズが良かったらここにします。で、今回は私は iPad の11インチのサイズですね、このサイズのやつで作っていくので、これを作っていきます。11で OK 押します。はい、そうするとこの iPad 11インチのサイズに合ったアートボードが出てくるんですけど、ここにですね、自分のグラフィックというかイラストとかをどんどん描いていくっていう感じになります。で、今日はちょっとメインにシェイプの話をしたいので、ここの左のところのツールバーのシェイプっていうところをですね、たくさん紹介していきたいなと思うんですけれども、アフィニティは基本的にこっちがツールバーですね。移動ツールとか、あとグラデーション、パスとかペンとか、あと図形とかですね。で、こっちがプロパティパネルって言って、レイヤーとか、あと色変えたりとか、あとフォント変えたり色味変えたりとか、もうちょっと細かい設定をこっちの右側のプロパティパネルでやっていきます。で、もう一つ大事なのがここですね。アフィニティにはデザイナーのモードとピクセルモードっていうのがあります。あと書き出しっていうのがあるんですけど、このデザインモードとピクセルモードっていうのを覚えてほしくて、デザインモードはベクターですね。で、ピクセルモードはラスターって言って、まあフォトショップみたいな感じ。上がイラストレーター、下がフォトショップって思ってもらえればいいです。どっちも使えるんですね。なので、すごいツールがね、ちょっと多いんですけれども、ちょっとずつ紹介していきたいと思います。じゃあ、まず、図形からいきましょうか。ここの図形ツールですね、押してもらうと、こうやって好きなツールを選ぶことができます。四角、こんな感じで四角だったりとか、あとは丸ですね、丸。こんな感じで丸ですね。で、スライドさしたら形が出てくるんですけど、指一本指でどっかタッチするとこんな感じで正円になります。で、離すと楕円形になる。タッチすると正円になります。はい、あとは星とかもありますね。星で、ここでちょっと調節できたりするんですけど、これをですね、移動させたい時、何かを移動させたい時っていうのは、必ずこの移動ツールを選択してください。移動ツールを押すとこうやって移動できます。このまま ここの図形ツールを持ったまま移動させようとすると、こう図形が出てきちゃうんですよ。なので、移動させたいときは必ずこれに持ち替えてください。で、この図形を移動させるときですね、移動させるとき一本指で移動させると、こう垂直に動いたりとか、斜め45度に動いたりします。で、2本指タッチしてスライドすると、同じものがこうやって複製されます。で、2本指もっかいタッチで戻るですね。3本指で進む、2本指で戻るです。で、3本指をタッチしながらやると、複製してなおかつ垂直に横にスライドさせることができます。こうやって45度、2本指だけだと普通に、今2本指だけですね、2本指だけだとこんな感じで、3本指タッチすると垂直に動くって感じですね。はい、こんな感じでございます。で、いらないもの消したいときは選択、もしくは複数選択するときはこうやって全部囲ってください。全部囲って、ゴミ箱ここにあります。削除です。で、もしくは長押しすると、こういう画面が出てくるようになりました。これ新しい機能ですね。ここで削除も出てきます。削除を押すと消えますね。で、もう一回行ってみましょう。複製もありますね。複製を押すと同じのが2個出てくるって感じになりますね。
なのでこれもねかなり使えるのでぜひ使ってみてください。グループ化とかもここでできるようになるので、一気に動かしたい時とかはグループにした方がいいと思います。でこれですね、新しいものが出てきました。タッチショートカットっていうんですけれども、これを押すとシフトとかコマンド、あとはオプションとかかな、いろんなボタンが出てきます。これがですね結構トリッキーなんですけど、例えばこの上のシフト押しながらこれ動かすと、垂直に動きますね。これイラストレーターとかフォトショップ使ってしとったら分かるんですけど、シフト押しながら動かすと垂直に動くんですね。でコマンド、この下のコマンドとオプションあるんですけど、これどっちも同じですね。複製するときとかに使います。コマンド押してスライドするとこんな感じで出てきますね。コマンドここにスライドさせながら出てくるとこんな感じで出てきます。オプションでもいきますね。これねちょっと慣れてないとあれなんですけど、オプションの場合は何回もねこうやってひたすら追加できます。はい、そうすると一気にたくさんねこういうボールを作りたい時とかはいいかなと思います。でこのタッチショートカット自体を動かしたい時は長押しですね。長押しするとギュッてなんかこうプクってなるんですよ。形的にねギュッて押すとプクってなったら動かせます。なので左利き右利きでねこうやって移動させてこっち側に置くこともできます。で次色ですね。色を変えたい時はまずこの移動ツールでタッチした状態でこっちこのプロパティパネルの一番上カラーのところですね、ここでスライドすると色を変えることができます。でここにねちょっと分かりにくいんですけど黒い線がついてるんですね。今ピンクになりました。こっちがじゃあ黄色にしましょうか。でこっちがピンクの線なんですけど、このピンクの線何かっていうと、ピンクの線のここの 0.5 って書いてある細いとこですね、ここを押して幅をふーってやるとこれ枠線ですね、アウトラインになります。もう一回ちょっとカラーのとこ戻りますね。これピンクの線、これが塗りが黄色になります。でここスライドすると反転しますね。シュッシュッシュッってすると反転になります。なので線の色を変えたいときは線のところをタッチした状態で色を変えるっていう感じにするといいと思います。はい、じゃあちょっとこんな感じでお花みたいに集めてみました、丸を。でこれをですね結合するってやつがあるんですけど、それ覚えておいた方がいいのでちょっと説明しますね。スライドさせます。スライドして全選択した状態でここの上のところですね、上のところに追加っていうボタンがあります。追加押します。そしたらこんな感じで重なっていたところがですね全部ギュッてなって一個のオブジェクトになります。でこれポチポチってダブルタッチするとこれパスって言ってアンカーポイントですね、こう形を後から変えたりすることができるんですけど、追加で結合させてしまうとこれが1個のオブジェクトになるんですね。なのでこの状態で色をこうやって変えたりとか、さっき言ったようにこの枠線ですね、枠線のところを色つけたかったらこんな感じで色をつけるっていうこともできます。はい、じゃあこれが図形の紹介ですね。次ペンツールと線ですねの説明をしますね。線はここですね、鉛筆ツールとベクターブラシっていうのがあるんですけど、これは普通にこうやって線が描けるやつですね。これはプロクリエイトとかでもこんな感じでできるんですけれども、まあ、このアフィニティでやるいいところはですね、後からこういう感じで形を自由に変えることができるんですね。それがこうベクターで描くいいところなんですけど、これ適当に描いた線全部ベクター化されるんですね。なので後から形を変えたりとか色を変えたりっていうのが簡単にできるようになります。でここの上にペンっていうのがあります。これはペンツールって言って、まあ、イラストレーターを使っている人はよく一番よく使うものかな。ペンツールはですねベジ曲線っていうのをうまく駆使してこんな感じで図形を描いていくものになります。じゃあこれでちょっとハートを作っていきましょうか。塗りはなしですね、線だけがとりあえずある状態にします。でハートの半分を作りますね。こうでしょ、でこうかな。で細かい調整をしたいときはですね、ここノードツールって言います。この上は移動ツールですね、全体的に動かす。でノードツールっていうちっちゃい矢印みたいなやつはこの点を動かすんです。点を動かしたり、ここの
この棒を動かすとカーブが変わりますね。これがノードツールでございます。こんな感じで半分だけを作ります。で矢印ツールを取りますね。でこれ反転させましょう。シュッ、反転しました。矢印取って、でこの状態で複製しましょうか。複製、2本指複製で反転がこれですね。反転反転します。そしたらこういう感じでくっつきました。ちょっとずれてますね。ここ、スナップっていうのがあるんですけど、スナップはペチペチペチってこうペチペチペチってくっつきます。これスナップオフにしてるとこれ近づけてもあのスナップって言ってペチってなってくれないので、スナップにした状態でペチッとします。はい、じゃあこれでいいや。これを結合しますね。結合するときはさっきと同じ、ここ全部選択した状態でこれの追加を押します。はい、そうすると、はい、こんな感じで1個のオブジェクトになりました。さっきまで2個ね、2つ分かれたんですけど、1個のオブジェクトになって、こうやって後から色を変えることができます。であとね、この色に関してなんですけど、グラデーションっていうのがあって、これですね、グラデーションツール。オブジェクトを選択した状態、1回選択した状態でグラデーションツールを押します。でスライドさせると綺麗なグラデーションになります。で後からこの角度を自由に変えることができます。ここのポチを選択して色を変えます。でこっちもタッチして色を変える、こんな感じかな。でここでスライドしたら、グラデーションのどこの部分でどうグラデーションしていくかっていうのを変えることができます。で新しい機能でナイフツールっていうのがあるので、それをちょっと紹介したいんですけど、ナイフツールこれですね。まず選択します。でナイフ押してシュッてやると切れるんです。でダブルタッチで、こんな感じで簡単に切れます。なのでこれでちょっとハートを割ってみましょう。こうしてピッ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 、はい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 、そうするとこうやってなりましたね。でこの状態で移動ツールに持ち替えてダブルタップです。ポチポチ、よいしょ、はいはい、こんな感じで割れてしまいましたね。こういうこともできてしまいます。はい、じゃあこっち説明したので次ちょっとこっち行きますね。これを選択した状態でこっちにね、いろいろフィルターとかがあるんですけど、おすすめはこの FX ってところですね。これを押すとね、いろんな加工ができるんです。例えば 3D っていうのがありますね。 3D オンにしてみましょうか。オンにしてタッチで、ここにスライドが出てくるので、うおーこうやってやるとちょっと立体的な感じになりますね。すごい、これ初めてやりました。こんな感じで簡単に 3D エフェクトを作ることができます。でこれ 3D でしょ。あとその下、外側のシャドウ、外側のシャドウ行きましょう。押してオンにしてからもう一回タッチします。そうするとこんな感じで出てくるから、これでよいしょ、今出てるの分かるかな、こんな感じでシャドウが出てきてますね。シャドウが出てくるし、これで濃さですね。で今これ光がこっちから入ってて、こっちが影になってるので、影もこっちに来ますね。下の影もここに出てくる。そうするとちょっとバレンタインのプレゼントみたいになりましたね。でここスライドしたら位置を決めれるので、こんな感じにすると、はい、すごくないですか。こんな感じで超立体的な図形だったりとか加工ができます。はい、じゃあ最後なんですけど、この鳥ちゃんをちょっと作っていきたいと思います。これ図形だけで簡単に作れるので、この鳥ちゃんを作りますね。じゃあまず長方形取ります。長方形取ってスライドさせます。今これグラデーションしたので、グラデーションの履歴が残ってるんですけど、これ緑にしましょう。緑で、ここですね、カーブさせるんですけれども、カーブさせるときはコーナーツールっていうのを使います。選択してコーナーツールを取ります。でこれどうするかというと、こうやってやるとね、こんな感じで綺麗なカーブが、角がカーブになります。でこれでこのこっちとこっちをね、2つともカーブを作りたいんですけれども、2つともカーブにするときはコーナーツールを押してタッチを押すでしょ。でこのキーボードショートカットですね、キーボードショートカットのシフト、今シフト上にしてます。シフトを押しながらタッチ、そうするとこことここが青になりますね。でこの状態でスライドさせます。そうすると同じカーブが出てくるって感じですね。でこれ複製します。2本指タッチ複製で、複製したら色を変えます。羽の部分ですね。で
そしたら移動ツールに持ち替えて小さくします、はい、小さくするとカーブもなんか滑らかになりすぎてしまったので、これ調整する必要がありますね。またコーナーツールを選択します。コーナーツール、ここタッチ、シフト押しながらここタッチで、スライド、もうちょっと太っちょな感じにしたいですね。次目いきます。目は簡単ですね、丸でございます。丸はこの中から丸をタッチ、じゃあ色白にしましょう。色白にした状態でスライドで、正円にしたいときは指1本タッチしながら正円にします。で、目の黒目作ります。2本指タッチスライドで、色を変えましょう。小さくしてこうですね。で、この2つ選択するときはまたシフトですね。シフト押しながらタッチタッチタッチすると、2個今選択されているので、これで同時に形を変えることができます。で、これね、固定で2つセットにしておきたいときは長押しして、これでグループ化っていうのがあるので、グループ化しておくと、一旦選択を解除してももう一回タッチしたら2つ一気に動くようになりますね。こんな感じで。はい、じゃあ次くちばしいきましょうか。このくちばしですね、くちばしは何で作るかっていうと、この扇形っていうので作ります。扇形を選択してスライドさせます。そうするとこういうの出てくるのね。指1本指タッチしながらスライドします。で、この扇形のところをタッチした状態で、そうするとね、ここにオレンジのポチが出てくるんですね。オレンジのポチが出てくるので、こうやってやると扇形の角度が変わります。角度が変わります。ほい、こんな感じで、でスライドして色を変えましょう。はい、で今扇形の状態でこれ、4分の1になってるんですよね。扇形で4分の1になってて、後から変えることができるんですけど、まあ、この状態だとちょっと扱いにくいんですよね。ここの余りの部分があったりとかして。で、これ一回もうこれで OK ってなった時はカーブに変換っていうのをしますね。カーブに変換するときは長押ししてカーブに変換っていうのが出てくるので、これタッチします。そうすると分かりますか、今この空白の部分がなくなって、もう普通のこの4分の1、丸の4分の1の形になりますね。さっきのだとこんな感じ、扇形の残りの部分がついてたんですけれども、長押ししてカーブに変換するとここの部分だけの形になります。これで OK ですね。こうして角度をつける、よいしょ。で、下のくちばしですね、2本指タッチでスライドで、また角度を変えます。こんな感じかな、はいこんな感じで完成でございます。後から色もね、好きに変えれるし、形も後から変えることもできます。はい、こんな感じですね。で、一個注意が、この状態でこうやってやるとちょっと形がどんどん崩れていくんですよね。もうめっちゃ細い鳥ちゃんになるんですけれども、これはコーナーツールで形を変形したことによってそのコーナーも変わっていってしまうんでございますね。なので、そういう時はさっきのカーブに変換っていうのをやります。このボディと、あとシフトをしながらこの羽のところですね、これがコーナーツールを使ってか、形を変えたので、これをですね、長押ししてカーブに変換をします。今ちょっとボディだけがカーブに変換されてしまったので、羽もカーブに変換をします。そうすると OK ですね。この状態だと形を変えても、このカーブの角度、カーブの滑らかさというんですかね、それも同じ状態で形を変えることができます。なので、コーナーツールとかを使って形を作った時は、サイズ変形する時に必ずカーブを変換っていうのをするようにしてください。はい、こんな感じで、じゃあ今日は以上にしたいと思います。いかがだったでしょうか。ぜひ面白かったらね、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。また他にもアフィニティのチュートリアルたくさん出していこうと思いますので、ぜひね、アフィニティ興味ある人は購入しておいてもらえると嬉しいです。ということで今日は以上です。バイバーイ。